バスケットボール男子日本代表で五輪に大会出場の戸樫勇樹、千葉 J が28日、横浜市内で自らが企画したバスケと音楽を融合させたイベント、うなべらげフェス。お開催した河村勇樹や馬場雄大、高田牧、伝奏、ラ、バスケ男女日本代表の他にパリ五輪で金メダルを獲得した他競技のアスリートも登場。シュート対決や3対3。 トークショーなどで豪華共演を果たした。またアーティストの木村カエラなども歌で会場を盛り上げた。イベントに行われた取材で、富樫はみんなの力を借りて成功することができてすごく嬉しい。来年も続けていけたら嬉しいと振り返った。この日はバスケ対決のみだったが、同五輪でレスリング女子53キロ級を制した藤波明かり、日体大からは来年も開催されるのであれば、 ぜひレスリングで勝負お願いしますと、直訴、された。富樫は思わず苦笑いで、お願いします、と小さく言葉を絞り出した。すると今度は、体操男子でパリ五輪団体金メダルのかやかずま、セントラルスポーツ、からも、じゃ、体操でもと懇願され、練習しておきます。まず逆立ちからと笑った。